はい、じゃんちゃんです。ただいま、石川県金沢市の、雨田河川敷に来ています。石川県営豆田会員グランド、ここはちょっと通常はアパホテルの本社なんですよね。多分ここ豆田グランドの登記のため閉鎖してますけども、ここに止めて、ヤパのグランドガンド、そこ渋谷ってとこなんですけども、ここで野球やったなぁ、マジで。今はちょっと冬なんで、全部なんか、なってますけど、野球やったな、懐かしいなぁ。渋谷っていう建物が工事中だったんですよ、自分の時は。懐かしいな、野球場。それでみんな応援に来てたんだよ、なんか支店の人とか。この、あの椅子のところで、なんかいろいろ、なんだっけ、レモンの、なんだっけ、あの蜂蜜で作ったようなやつとか、レモン水みたいなとか作ってくれたりとか。これ野球やったな、俺ピッチャーやったかな、ピッチャーやった気がするな。懐かしいな。でここにベンチなんだよ、これ懐かしいな。やったんだよ。こっちは三塁側でね、あっち一塁がベンチ。懐かしいなぁ。でそこにトンボみたいなのがあるんだよ、このところに。トンボがあって、なんだっけ、トンボあってそこで片付けるんですよ。懐かしいな、これやったな。このホームがあって、ピッチャー、ピッチャーですね。これプレートがあります。いろんな一言とやったんだよ、ここにあって。夏いなぁ、やったなぁ、これもう反強制的に。ちょっとボールがある、あった、よいしょ。今は冬季中なん、冬季なんで終了します。なんかあそこにもう太陽が見えてますけどね。本当だったらもういい天気だったんでしょうけど。行きます。はい、思い出が詰まる。この、豆田会員グラウンドからお送りしました。絶対懐かしいと思います。あそこにチームの名前も、チームのところ書くところもあります。で、あそこに
ってセカンドがあって、はい、お送りしました。ありがとうございました。